演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチラゴリラのチョコリッタダークチョコレート 82% と 75% を飲み比べてみたいと思います。ああ、どちらもミスターで美味しそうですね。では、まあどっちかどっちか分かってますけどね、少々お待ちを。こちらから飲んでみましょう。全国の百貨店では、持続可能な社会の実現に向け、日本の夏を涼しく。最初に飲んだ方が苦味が若干強い気がしましたので、多分そちらはより強い方ですね。でもどちらも、そんなに強烈に苦味がするわけではなくて、しっかりとチョコレートの味もあるんですけど、それでも甘さもあるホイップクリームがいい感じに調和している、とっても美味しかったです。で、冷たくて食べてもしっかりとクールにできますしね。やっぱり専門店、高級店だけのことありますね。というわけで、どちらもこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部編パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。